アルコールタバコ、火器及び爆発物取締局。アルコールタバコ、火器及び爆発物取締局。アルコールタバコ、火器及び爆発物取締局。略称、アッテフ、または、バトフ。バトフは、アメリカ合衆国司法省内に設置されている、専門の法執行及び、取締機関である。二0三年一月二十四日に行われた、省庁再編以前は、 アメリカ合衆国財務省内に設置されていた。その管轄範囲には、火器及び爆発物の違法な使用、製造、所持とアルコール飲料、タバコ類の違法な流通に対する捜査、犯罪の予防が含まれる。また、アッテフは、アメリカ合衆国の州をまたがる、火器、弾薬及び爆発物の販売、所持、運搬に関する許認可も行っている。 アッテフの活動の多くは、州や地元の法執行機関と共同で実施される。アッテフは、放火犯罪を実物大の模型で再現できる研究所をメリーランド州で運営している。アルコール、タバコ、火器、爆発物とあるが、それらに深い共通点や類似点があるわけではなく、単に一つの組織で別々のものを扱っているという程度である。アッテフは、 もと元々、1886年に、財務省の内国採入局、ビューロー・オブ・インターナル・レベニュー内の採入研究所、レベニュー・ラボラトリーとして設置された。その後、密造主取締官、レベニューアとしての時期を経て、1920年に内国採入局の部隊として組織された、種類取締局、ビューロー・オブ・プロヒビションとなり、1927年に、 財務省の機関として独立。1930年には司法省に移管し、1933年に一時的に連邦捜査局 FBI の一部門となった。1933年12月、ボルステット法が破棄されると、部門は財務省に戻され、内国歳入局の主税部隊、アルコールタックスユニットとなった。エリオットネス特別捜査官と同胞に、 種類取締局で働いていたアンタッチャブルの数人が転属した。1942年には銃器に関する連邦法の適用に関する責任が同局に与えられた。1950年代初頭、内国債入局が内国債入庁インターナルレベニューサービスに改名されると、酒税部隊にはタバコ税に関する連邦法の適用の任務が加えられ、 アルコールタバコ税部、アルコールタバコタックスディビジョン、ティトと改名された。1968年、銃規制法により、内国産有庁、アルコールタバコ、重規部、アルコール、タバコ、ハファイロームズディビジョンと改名され、初めて、アッテフと呼ばれるようになった。1972年1月、財務省令により、財務省直轄のアルコールタバコ、 重機局として独立した。以降の監督者で初代局長に就任したレックス・ D ・デイビスの下、同局は政治的テロリズムと組織犯罪を目標とした組織に変貌したが、課税やアルコール問題は重要視されなかった。2001年9月11日の世界貿易センタービルへのテロ攻撃から、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は2002年に国土安全保障法、 ホームランドセキュリティー役とに署名。国土安全保障省、デパートメント・オブ・ホームランドセキュリティーが設立され、アッテフは財務省から司法省に移管された。組織名もアルコール・タバコ、銃器、爆薬局、ビューロー・オブ・アルコール、タバコ、ファイロームズ・エクスプロシブスに変わったが、引き続き、アッテフと呼ばれた。さらに、タバコ製品やアルコール製品からの連邦税の 徴収や規制によりアルコール関連の問題から社会を守るという内国歳入庁がアッテフと共に担っていた任務は財務省下に新設されたアルコールタバコ税貿易局アルコールタバコタックストレードビューローに移管された。これらの変革は2003年1月24日に施行された。アッテフはそれぞれ異なる役割を担った部長をトップとした。 いくつかの部門で成り立っている。特別捜査官、アッティフスペシャルエージェントは、犯罪捜査を指揮し、国内外のテロリズムから米国を守り、各州や地方の警察官と共に素防犯を国家レベルで減らすために働いている。特別捜査官は、他の連邦法執行機関と比べ、いくつかの広範な権限を持っており、合衆国法典第3051条により、法典の いかなる放棄についても執行する権限が与えられた。特別捜査官は、銃器や爆発物に関連した、あらゆる連邦犯罪やタバコの密輸や密造酒の、摘発などへの捜査権限を行使できる。ユニフォームコントロールドサブステンセスアクト違反への、執行や、薬物事件を、麻薬取締局、DEA や他の捜査機関から独立して取り扱う、法的権限も有している。 特別捜査官は起訴や逮捕などに持ち込んだ事件数に関しては全連邦機関でも最上位に位置づけられている。特別捜査官は約5000人の職員のうち2400人前後である。検査官、インスペクターや調査官、インベスティゲーターは重機産業や爆発物産業の規制が任務である。彼らは武装した法執行官ではないが、 捜索や検査を実施し、連邦重機法令の違反者への連邦重機免許の取り消しや不更新を提言するなどの行政権限がある。同局にはその他、管理部門の職員や情報分析官、電子関係の専門家など多くの職員がいる。さらに、アッテフは特別捜査官を補う公式には、同局所属ではない州や地方からのタスクフォース隊員に大きく依存している。 アッテフ特別捜査官の採用は、姉妹機関の特別捜査官専攻過程と比べ、非常に競争的である。典型的には、少なくとも4年生大学の学位を持ち、地方や州警察での4年以上の勤務経験といった、競争的な歴史を持つ候補者のうち5、5%に満たない人数しか採用されない。採用経過を非公開とする契約があるため、完全には、 詳細が明らかになっていないが、候補者は最低限、秘密情報に触れるための厳格な背景調査をくぐり抜けねばならず、さらに筆記試験や複数の体力検査、面接や医学検査も専攻の際に考慮される。特別捜査官は27週間の訓練プログラムをジョージア州グリンコにある連邦法執行訓練センターで受ける必要がある。アメリカでも 最長の訓練の一つで、司法省に属する FBI や DEA、連邦保安官、ユザムズの特別捜査官の訓練よりも、はるかに長い。現在は1週間の基礎前段階、12週の犯罪捜査官訓練プログラム、14週の特別捜査官基礎訓練コースで構成され、訓練を終えて、初めて特別捜査官は現場の事務所に配属され、 三年の見習い期間に入る。アッテフは、アメリカにおける、重火器の規制を担っており、販売業者に、連邦重火器免許、フェデラルファイロームズライソンセス、FFL を発行し、免許者の検査を司る。また、国内の重犯罪を減らす計画にも関わっており、不法に重を所持する、素暴犯を見つけ出し、逮捕している。他にも、 法執行機関に押収された銃の入手経路などを調べることで若年者が銃犯罪に手を染めることを防ぐ戦略や現在も続いている犯罪に使用された銃の包括的な追跡戦略にも関与。国内統合弾道消防ネットワークナショナルインタグレイテッドバリスティックアイデンティフィケーションネットワーク2便を通じて州や地方の捜査官を支援している。 1970年の組織犯罪規制法、オーガナイズド・クライム・コントロール・アクト、赤の規定により、アッテフは国内で爆発物を規制し、爆発物に関する罪を犯した人物を訴追する。顕著な成功として知られるのは、1993年の世界貿易センタービル爆破事件で使われた車の動きを洗い出し、計画に関与した人物の逮捕を導いた捜査である。 アメリカ同時多発テロ事件後に制定された連邦政府の免許なしに爆発物の使用や生じを制限する安全爆発物法政府エクスプロシブズアクトの施行もアッテフが担う。アッテフは FBI が捜査を担当する国際テロに関係するものを除き国内で起きた爆弾事件の多くの捜査を先導する連邦機関とみなされており特別捜査官はみな 爆発前の操作について訓練を受けている。また、約150人の高度に訓練された認定爆発物スペシャリスト、セルタファイド・エクスプロシブススペシャリスト、CES として知られる専門家集団を抱えている。CES 隊員は、商業用の爆発物と同様に、井戸に対しても訓練している。現在は米軍に爆発後の証拠回収手法を教えているほか、 州や地方警察の爆発物処理班とも緊密に連携している。1990年代初めに、アッテフと FBI の人質救出チーム、HRT が関わった二つの事件が批判を集めている。ルビー・リッチの悲劇は、アッテフが1990年6月、情報提供者になることを拒んだ、ランディ・ウィバー、ランディ・ウィーバーに権利をかけたことから始まる。 ウィーバーは1991年2月20日、裁判所に出廷しなかった。ただし、これは保護観察官、リッキンス、リッチンズが出頭日を3月20日と誤伝えたせいであるため、連邦法案官局、ユザムズが法廷に連行しようとした。ウィーバーは家族と共に山の頂上にある小屋にこもった。1992年8月21日、ユザムズの 監視チームと銃撃戦になり、保安官ホビル、ディーガン、ビルデガンと、14歳だったサミュエル・ウィーバー、サミュエル・ウィーバー、ペットの犬が死んだ。連邦政府の法執行官が殉職したことから、FBI が現場を引き継ぎ、HRT が配備されたが、偵察、監視行動の錯誤が重なった結果、狙撃手のロンホリウチが発砲して、ウィーバー友人が負傷し、妻のビッキ、 ビッキーが死んだ。司法省のその後の調査と議会の公聴会を通じ、アッテフやユザムズ、連邦検事局、FBI、HRT の行動に対する疑問や、ユザムズや FBI 本部での情報の誤った取り扱いが提起された。ルビー・リッチ事件は、武装権の法的権利について活動する人々からの非難にさらされた。二つ目の事件は、 1993年2月28日、テキサス州ウェイコ近くの宗教セクト、ブランチナビディアンをめぐる、ウェイコの悲劇である。アッテフの捜査官がマスメディアを引き連れ、カーメル山、MT、カーメルと呼ばれたセクトの建物に、連邦政府の捜索令状に基づく、固く捜索に入ろうとした。セクトは、捜索が近いことを知らされており、奇襲効果は失われていたのに、 待ッテフの指揮官は捜索を強行。銃撃戦が起こり、6人の信者と4人の捜査官が死亡した。FBI の HRT が現場を引き継ぎ、51日に及ぶ睨み合いが続いたが、4月19日に HRT の放った可燃性の催涙ガスが原因とみられる火災が施設から起こった。事件後の捜査により、 20人の子供を含む76人の遺体を施設内から発見。大陪審は76人が自殺か、施設内の人物により死亡したとしたが、法執行機関の過剰な権力行使を告発する声もある。ティモシー・マクベイはこれらの事件を1995年4月19日に起こしたオクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件の動機として挙げた。 2006年より2011年にアッテフが実行したアメリカからメキシコへの銃密輸を防ぐためのおとり捜査が失敗したことによ、批判を浴びている。この作戦は、密輸を行う売人を摘発するだけでは、問題解決に遠いとして、アリゾナ州より意図的に2000丁もの銃器を流出させて、銃を追跡し、麻薬カルテルを摘発するというものだが、 作戦の成果はほとんど出ず、流出させた銃は行方不明となった。そして2010年12月14日にアメリカ国境警備隊のブライアン・テリーがメキシコとの国境から10マイルの場で発生した銃撃戦で死亡した事件など200件以上の殺人事件でこの作戦で流出させた銃が使用されたことが後に発覚した。この一件に関してアッテフは関与を否定していたが 司法長官のエリック・ホルダーは2011年11月、アメリカからメキシコへ銃が流出したこと正式に認め、アッテフの主張を撤回した。しかし一方で2012年に、ホルダーはアメリカ合衆国会員による弔問会に召喚された裁文書の提出を拒んでおり、議会侮辱罪で告発された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。